組はやってるけど、今回の生放送は8時スタートで1時間だから、8時9時だから、そう気をつけてください。9時に今から見ようって思っても終わっちゃってるから、そうよろしくです。木曜日のね、楽しみがなくなっちゃう。なんかそう、なんかちょっとね、シーズン2とかに期待して、なんか収録とか入ってないかなとかも思ってたけど、入ってないし、なんか今日サプライズがあったら嬉しいよなって、本当はもっともっとついてほしいなって思う。そうね、目立つのは確かにね、生放送だから自分から行かなきゃ、頑張ろう。おそらくマミーさんともさ、そうお会いするからさ、なんか今日さ、マミーさんのザ・マミー枠もさ、発表もあると思うんだけどさ、収穫できる人枠、そう、それでプラス一人収穫させていただくけど、でもその発表が終わったらマミーさんと今後お会いすることがさ、番組でなさそうだから寂しい。そう、眠いよ、移動で寝ます。生放送本当にまだ何やるか私も分かんなくて、あっち行って多分アンケートできたこんなのをやりますみたいな感じになると思うんだけど、楽しみ。みんなはね、なんかマネージャーさん曰く、なんかすごいアンケートたくさん来たみたいだから、そう、その中から選ばれたことをします。なんか番組もさ、半分ずつに分かれて結構収録行ってたから、そう、あっちの組は激辛やったけど、こっちはやってない、こっちの組はなんかジェットコースターやったけど、あっちの組はやってないみたいなさ、そうやってあることもやってないこととかあるから、お互いができてないのをできたらいいなって思う。何週かすごい楽しみ。そう、あくびがやばい、めっちゃ多い。バンジーの公開ね、あってほしい、本当に。そう、まだ私の手元にバンジー動画届いていないので。そう、激辛とか催眠術とかしたことないんだよね。そうだね、あっちの組は、あっちの組はでもさ、運動神経スポーツ系とジェットコースターとかその辺をしてないんだね。誰かがあっちの組でスポーツ系したかったって言ってた。スポーツ系やっぱしたいよね、定番だし。こういうのも私の NG、 虫は食べたくないずっと言い続けてるけど、私は虫は食べたくないかな。虫を好んで食べたいって人はそんないないか。私がしてみたかった企画は、激辛はちょっとしてみたかったかも。辛いのは好きだし、あとしてみたかった、してない企画で、ね、なんかあれかも。いちごと話してたことだけど、桜坂さんがよくね、なんかダンスを企画みたいなのしてるから、それをちょっと同期にしてほしかったなとかいう。リアチューとかカスミとか絶対似合うよねって話したことがある。そうだね、コオロギさん食べないよどのぐらいの辛さまでわかんないけど、市販でってのは基本なんでも。抜き打ちカバンチェックと財布チェックは確かに面白いもん出てきそう。ミューポンとか面白いものが出てきそう。私のカバンの中は面白くないな、本当に財布と携帯と櫛とみたいな
あとおかしそうみたいな。財布の中身チェックは確かにそりゃありそう。ギフタメは辛さはね0から5まであるけど私は5。寝起きとかもいいね確かに。あとはなんか企画的にいろいろ大変だと思うけどみんなの地元とかも回ってみたかったなぁは確かエディさんにも伝えたはず。そう月落ちやったら一応財布やばいよ23円だっけやばいよねあれ。炭素企画もねいいよねやっぱり。みんな逆にまあアンケート送ってくれたかもだけど何が見たかったんだろう。卒業ドキエラー絶対泣いちゃう。それは泣いちゃう。抜き打ち家庭訪問は私が困っちゃうやばすぎる。そう5は瞬間的に声出にくくなる。確かにあれはなんかちょっと声が出にくくなる。ゲーセンの視聴品も書いてくる。ゲーセンの曲もやりたかったかも。なんかグループ分かれて何円以内でどんだけ取れるかチャレンジみたいな。あ親から聞いたメンバーの秘密みたいなあるね。一緒の好きな先輩ミーポンも好きよね。なんかねいろいろまた今日あると思うけど楽しいことできたらな。逆にみんなは全部で10今日のをなしだと17回今まで放送があったけどどの企画が一番印象に残ったというかなんかすごいなとか思ったとか。そうないんかな。そう今日の夜はあれなんよねギリギリできない時間だからギリギリその落ち着く時間が10時過ぎてからだから今日の夜はできないんです。いいか持ってきた。ねみんなの小さい頃とかも見てみたかったけどそう先週の演技あ演技ねいいね。確かに朝配信は少ないからそう学力テスト確かに学力テストも楽しかったなあれねえ。ラッキーで名前呼ばれた方がこの間のやつねあったねねえおもろいよね結構。滝行ほんと最初のねヒット祈願だよねあれも確かに良かったわ。やっててやっぱりなんか記憶に残ってんな。なんだろう原宿もねあったね。ベビータピまた行きたい。プライベートが最近忙しくてまだ行けてないよね。なんかあるかな。私はでも記憶がすごい残ってんのはこの間のみんなのあのショート動画ショート動画のあれはやっぱりなんかもう同期だけどうわかわいいってめっちゃなったしあとは朝早くからの収録だったし内容もだいぶハードだったからあのジェットコースターをもうだいぶ記憶に残ってるね。苦手な子も何人かいたけどみんな頑張ってねジェットコースター乗ってて偉いよね。そうちゃっかりそう思ってた。そうベビタピねそうなのよ。そうオバルギリギリにベビタピ行った。方言国家いいよね。方言っていいよね。方言っていい本当に。でもメンバーの意外なところとかは見えたんじゃないかな。結構
方言っていいよね。方言はいいよ、うん、方言はいい。あとは今日でさ、あの昇格、上位3人の昇格と1人マミー枠で昇格するけど誰になるかなっていうね。3位がすごい気になるね。3位が多分すごい激戦区だったと思うし、マミー枠もすごい気になるし。今日は9時からじゃないですよ、8時からなので、そう覚えておいてください。ヤオっていいよね。え、ヤオかわいいよね。ギフなんだかんだやっぱりかわいいよ。リアチュの家の添えて買った撮ったね、あの映像好き。えー、サギちゃんだってやつだよ。ドキドキなのよ。結局最後に全員収穫は私が正直一番望んでることかも。そう、みんなで収穫したいってずっと言ってたから、接戦なんだよねきっと、3位とか。そう、でも全員収穫したあの頑張りは確かにね、何だったんだろうはなるかもしれないけど、一番丸く収まる気がする。みんなだって頑張ったんだもん。本当に割とみんなそう期待してるし、私も心のどっかでないかなって思ってる。じゃあマミー枠で残りの全員ですとか言ってくれんかな。そう、え、そう、 MV の方も前の発表時点で4500万とかだったけど、6000は行くのか行かないのか、それも気になるし。そう、これまで先輩方もみんな一緒に昇格だったから、3期生も入った時から昇格は一緒だろうねって話してたけど、そう、まさかまさかの一緒じゃないのって感じで。そう、そう、4人昇格したら僕隊もね9人とかで回さなきゃいけなくなっちゃう。ただでさえりさこと安住さんのポジが一緒だったから、今そのポジできる人が0人だから誰かが覚えなきゃなのに。うん、55や、ありがとう。ヤオで教えてくれた。じゃあ誕生日します。17位、春のパン祭りアットシーズン2アットこっそり教えます。ラーメン好きです。パンやないんかい。16位、ミミィさん。19位、ひく太郎アットヤミズさん。14位、高直アットユンユンシカヤオさん。13位、エイタンさん。12位、ナナイさん。11位、新潟選挙さん。 B 型さんじゃん、ちょっと久しぶりだ。10位、キビさん。9位、まっちゃん Q さん。8位、ナリさんアットキューマンパスタさん。7位、リネアットユユユイチゴさん。6位、レグラスさん。トップ5、5位ワンタさん。4位ドグラスさん。そしてトップ3が3位ヨシミさん、2位ヤマシンさん。そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はたかしやとおつまみさんです。ありがとうございます。ありがとう。今日も朝の20分ぐらいだけだったけど、今日の夜ができなそうだから、また配信は明日かな。うん、明日は時間が取れると思う。今月来月はね、学校もあるし、ね、お台場もあるし、いろいろツアーの練習とかも入ってくるだろうから頑張ります。夜は配信はできないけど、ぜひ生放送見てください。本当に間違えないでね。9時スタートじゃないです、8時スタートです。8時から1時間のそう放送なので、そう待ってます。そう、それと昨日からお話し会の申し込みは始まってるから、よかったら、もちろんおすすめは誕生日当日の七夕7月7日です。そう待ってます。生放送で、そう、事故は起こさない、本当にそう、事故は起こさないように頑張ろう。体に気をつけます。生放送頑張ります。生放送、ってことはさ、今日でマミーさんとも当分会えなくなるしさ、番組のスタッフさんとかともさ会えなくなっちゃうしさ、
ありがとうございましたって感じ。起こして伝説作るのもう最後の最後にバズっちゃうから企画終わってからバズっちゃうよ。頑張ります。これでね、ずっとお世話になってきた方とかとも会えなくなっちゃうのね、悲しいね。確かに東京に行く機会も減るね。確かに、ね、毎月収録で行ってたけど確かになくなっちゃう。またね、いつかアベマさんでそうさせていただけるように頑張ります。そう、私たちにとってマミーさんは3期のそうお兄さん、公式お兄さんみたいな感じだから、頑張ってきます。頑張ろう頑張ろう。多分今日はおそらくだけど髪のアレンジができる気がするから、髪をアレンジしましょう。あ、もう59だ。じゃあそろそろ切れるから、ありがとう。夜は配信が時間的にできないけど生放送見てください。ではバイバーイ。おそらくさ、多分今年2023の制服だと思うけど、多分制服を見る機会も新制服に変わっちゃったらさ、今の制服も見る機会少なくなるから見納めかもしれないから見ておいてね、いっぱい。そう、制服多分着る機会減るから、これから2023年の制服もそう、よく目に納めといてください。ではありがとう。バイバーイ。